キネマです。ソニーの標準レンズと望遠レンズのテストをしましたので、それの一番最初の動画のとして、皆様に概要をお伝えしたいと思います。標準レンズ、いわゆる 50mm のレンズと 85mm レンズ、単焦点レンズを購入を考えたときには、一番迷うラインナップなんじゃないかなと思います。特に、ソニーのレンズは、非常に種類が多いので、その中で一体じゃあどれにしようかなと、迷われる方にもぜひ見ていただきたい動画になっておりますので、そのあたりをご覧いただきたいと思います。まず 50mm のシリーズなんですけれども、50mm はまずこちら 50mm の F1.8 ですね。これは 50mm の 1.8 の F というタイプで、フルサイズが使えるパターンのレンズです。こちら、これがマクロレンズですね。マクロレンズ、50mm の F2.8 のマクロレンズ。それと、こちらが、50mm の F1.4 のツーアイスのレンズです。非常に重いですね。それともう一つソニーには同じくツアイスの 55mm の 1.8 というレンズがあります。これ以上が今 50mm のラインナップで、今度は 85mm についてはこちらが 85mm の F1.8 のレンズですね。そして私は紙レンズと思ってますが、こちら、85mm の F1.4GM レンズですね。非常に大きい。明るいレンズですね。これ素晴らしい。で、ソニーのラインナップとしての 85mm は2本なんですけれども、もし 85mm の単焦点を欲しいなと思った時に、一応 E マウントのネイティブで動く、スワイスのバチス、85mm バチス 1.8 のレンズがあります。こちらも一応参考に、作例というか、撮ってみました。あと、今、撮影で使っている 2470 の 2.8GM、こちらも、時々出てまいります。以上を1、2、3、4、5、6、7、8本。8本のレンズでテストをしましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。